ザ・バトル・オブ・チャイナ、ザ・バトル・オブ・チャイナ、ザ・バトル・オブ・チャイナ、中国の戦闘の意は、フランク・キャプラが監督したプロパガンダ映画、我々はなぜ戦うのか、シリーズの6作目である。1944年、昭和19年にアメリカで上映された。戦争当時国の中華民国をはじめ、欧米や中華人民共和国などでは、 ニュースや報道番組において現在でも日本軍による残虐行為の記録フィルムや記録写真としてこれらの映画の一部が頻繁に使用されている。ザ・バトル・オブ・チャイナはこのシリーズの6作目にあたりシリーズ7作中で唯一アジアにおける戦闘を題材にしたものである。1944年にアメリカで一般に劇場公開された。数人の評論家から 問題点、内容に誇張が多い、中国人自身の問題に全く触れていないを指摘されたことにより、一時的に回収されたが再度上映され、戦争終結までに約400万人が見ることになった。スタンフォード大学歴史学部長のデビッド・ケネディは、南京大虐殺は、反日プロパガンダの中核となり、この映画は、その顕著な一例であるとしている。本編の内容は、 南京陥落後、市民自らが掘らされた穴に落とされ、折り重なるように生き埋めにされる、シーンや、殺された息子にすがりつき、泣き叫ぶ、年老いた父親の姿等が、日本軍の残行為として編集されている。本作では、日本軍による重殺刑のシーンは、1927年に、中国国民党が行った中国共産党員に、対する虐殺の映像。 1928年制作のソ連映画、上海ドキュメントの映像が使われている。また、廃墟となった上海南駅、南京ではないで、用事がなくシーンでは、王将帝が撮影したフィルムが使用されている。詳細については口実ことなどが判明している。三笠の宮中国側は、日本の残虐行為を、勝利行進曲という映画にしていましたが、それを日本側が、 中慶あたりで没収してきたものを手に入れた私は、東京に連絡で戻った時に、その映画を持って行き、昭和天皇にもお見せしたことがあります。もちろん中国が作った映画ですから、宣伝の部分も多いでしょうが、多くの部分は、実際に行われた残虐行為だったろうと私は考えています。映画の最後の説明で使用されている映像は、中国から提供されたもの。 アメリカとイギリスの軍写真部門が提供したもの、選挙師が提供したもの、捕獲した日本のフィルムであり、戦闘に関係のないシーンは歴史的なフィルムも使用したとしている。南京観覧当時、南京に滞在していて、南京安全区国際委員会のメンバーだったアメリカの選挙師ジョン・マギーは16ミリエシャティアイモで南京病院。 金寮病院などで治療を受ける被害者を撮影た映像などを記録し、上海のコダックで現像したとされる。その後、この映像を同じく南京安全区国際委員会のジョージ・フィッチが中国の外に持ち出し、日本の YMCA や米国などにおいて講演旅行を行った。この映画の中では、ジョン・マギーの映像が南京大虐殺に関する場面として多数使用されている。 それは、日本人に生きたまま焼かれて恐ろしいほどに焦げて、変形した男、頭部に激しい銃剣の刺し傷を負った、放浪器具店の店員、入院後6日経った後でも、脳の脈動を鮮明に見ることができたというもの、日本兵に臨館され、首を切り落とされかけた被害者、とされる映像である。宣教師が提供したフィルムとは、このフィルムを指すとされる。 後ろで押しられて座らされる市民の後頭部を次々と撃ち抜いて射殺する場面はこの映画における最も有名な虐殺のシーンであるが廃墟と化した駅のホーム上で幼児が一人泣いている有名な写真ライフ1937年10月4日格子上に掲載され全米で大きな反響を呼んだものもこの映画の一部として使用されている映画には写真が撮影された 前後の状況も含まれていて、黒い中国服を着た人物が、先度を渡って、幼児を救出して、ホームに一時座らせるまでと幼児を炭歌上のもので搬出するシーンが映っている。この写真について、東中野修道は、著書の中で、あらゆるところで、南京事件の写真として流用されており、プロパガンダ写真を作っている、最中のものであると主張している。また、 ライフ氏ではこの用事が、上海南駅爆撃の民間人犠牲者のうちの一人で、あるとして、書室の掲載から、撮影地が上海であることを説明しているが、戦後は撮影場所が、上海南駅であることが忘れ去られ、南京事件の写真として使用されてきたと主張している。この映像の撮影者が王将邸であることが、東中野の検証により発表されている。 日本でも長崎原爆資料館において、この映画からプリントされた写真が、南京事件の写真として、長らく展示されていた。市民団体等から、鉄造資料であるとの指摘を受け、当時の橋本龍太郎首相は、写真の信憑性の調査を、関係省庁に指示し、結果的に信憑性に乏しい写真とされ、176カ所の展示を差し替えるに至った。また、 ピース大阪もこの幼児の撮影と同時に撮られた浮きと同様の幼児写真、中国はやを、上海爆撃、泣き叫ぶ子供とのキャプションをつけて展示していたが、爆撃後の死街に赤ん坊一人だけでいる姿が不自然と判断し、撤去している。また、中華人民共和国各所に点在している、抗日記念館にも、これらの写真が必ず展示されており、 この映画自体も上映されている。南京大虐殺記念館でも展示されていたが、信頼性の乏しい、この写真を含む3枚の提示を取りやめたと2008年12月17日、産経新聞によって伝えられた。アイリスちゃんの著書、ザ・レープ・オブ、南京中の上海での戦闘を記述した箇所にも、浮きの幼児の動画撮影と同時に撮られた同様の写真等が、 演出写真としてでなく、キャプション付きでドキュメント写真として掲載されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。